はい、本日ですね、こちら高級ロングコートダウンジャケットの比較をしていきたいなというふうに思います。ということでですね、気合入ってますよ。これ見てください。冬やのに半袖でお話していくということでね、喋り出してたら熱くなってきましたんで、現在4本目なんですけど、そんなこと関係なくお話していこうかなと思います。いつもため撮りしますのでね、その4本目ってことなんですけど、今回高級ダウンジャケット、だいたい10万円以上のものっていうところでね、見た目そっくりです。これ4着あるんだけど、まず1着目っていうのはこちら、ノースフェイスのアンタークティカパーカー。こんな感じで、フリースという、フリーじゃなくて、ファーがついてるような形になっておりまして、次がカナダグース。この街中でよく見ますよね。これも同じくファーがついてるタイプになっておりまして、で次がですね、こちら、ウールリッチっていう、これもアメリカのブランドで、今はね、日本のノースフェイスの会社と日本のウールリッチは基本的に販売店一緒です。ゴールドウィンって会社なんだけども、これね、同じくファー。まあ、そんなコーダーが置いといて、まあ、こんな感じでファーね。で、最後はですね、こちら、ピレネックスというダウンジャケットで、これもね、三角のやつ、ちょこちょこ見たりしますけど、よく似てるね、ダウンジャケット、こちら4点並べさせていただきました。で、各それぞれのメーカーっていうのは全然違うダウンジャケットもあるんですよ。だけど、今回はこの似たダウンジャケットで何が違うんですかと。実はこれ、パッと見そっくりだけど、全く違うでございます。で、さらに、用途とかも異なってくるんですよ。こういう用途の人にはいいんやけど、こういう用途の人ははっきり言って合ってませんよと。あなた合ってないまま着てるんじゃないですかって、まあ、それ個人の自由やから別に着てもらってええんやけども、僕個人的にはね、これパッて買った時に、あ、この人多分こういうジャケット合うやろなとか、このダウンジャケットでこういう人に向けて話して、こういう作りしてんやろな。だからデメリットは掘れないなっていうのがね、分かっておりますので、そんなお話をしていこうかなと思います。まあ、着用しながらお話するのが一番いいかなと思うので、まずはね、ノースフェイスのジャケットから着ていきますね。こちらですね、ノースフェイスのアンタークティカパーカーというダウンジャケットで、サイズはね、L サイズで着用しております。ちなみに価格はですね、こちらがですね、だいたい8万5千円ぐらいの価格帯で売っていますので、これだけ唯一ね、10万円切るんですけども、もしかしたら今年値上がりしてるかもしれません。ちょっと申し訳ない。今はわからないんですけども、こんな感じのダウンジャケットですね。ちょうどお尻が隠れるぐらいの着丈で、まあ、だいたいこのあたりはね、同じようなサイズ感かなと思うんですけども、これが L サイズということになりました。次はね、カナダグース着たいなと思います。はい、こちらはですね、カナダグースのシャトーというモデルになってます。このシャトーというモデルはですね、一応海外モデルになってるんですけど、海外サイズでも、まあ、そんなに日本とあんま変わらんかなと思って、僕は L をね、着用しております。同じくね、お尻が隠れるぐらいの仕掛けになっておりまして、これがさっきに比べると比較的、このファーの位置というか、首の位置がちょっと高いですよね。結構上まで来てるなっていうような印象なんですけど、こちらお値段がですね、12万と5千円ということで、今回紹介する中では一番ハイエンドモデルとか一番高いんですけど、まあ、似たようなもんですから、11万、12万と同じようなモデルなんですけど、これが12万5千円ぐらいということになりますね。では次はこちら、ウールリッチということでね、この胸元というか首元のチンのところに、チンガードっていうのがついてるんですけども、これがありますね。もともとはこれ軍隊からの始まりでね、軍隊の制服で首元の寒さを守るためにっていう、こういうチンガードっていうのができたんですけど、チンって顎とかじゃないですね。チンガードっていうのができたっていうのが、まあ、ルーツなんですけど、それが採用されてる、いかにもこうクラシックなジャケットになっていまして、後々喋っていきますけども、これが最もクラシックな感じだから一番私服に合うというお話をしますけどもね、先に答え言っちゃってますけど、まあ、そんな感じですね。これがウールリッチのニューアークティックパーカーというね、ダウンジャケットになっております。こちらお値段がですね、11万8800円というお値段になっておりますね。まあ、こんな感じ。まあ、お尻も全く同じような感じですよ。で、フードも、まあ、さっきのカナダグースよりかは低いとこにファーあるけども、カナダグースさっきこれぐらいにあったからね。これがまあ低い形になってるけども、まあ、一般的なこういうロングコートタイプのね、ダウンジャケットですよね。そして次がピレネックスですね。このピレネックスはですね、アヌシーというモデルになっておりまして、お値段が12万1000円ということで、サイズも同じく L サイズで着用しております。だから全部 L かな？そうですね、ウールリッチだけが USA サイズでは M やねんけども、ヨーロッパサイズで L ということなんでね。まあ、これだけちょっとサイズ感違いますけど、あとは全部 L サイズで着用していますというのがサイズ感になっておりました。でね、値段さっきも言ったけどもう一回言ってきますよ。こちらノースフェイスがですね、だいたい8万5000円ぐらい。そしてこのカナダグースがですね、12万5000円。そしてこちらのウールリッチが11万8800円。そしてこのピレネックスがですね、12万1000円ということで、この合計40万円クラスのダウンジャケットを全部買ってみて、あ、俺にはこれが合うんやってなってもいいんやけど、そんなもったいないことしてもあれですよね。だからね、僕が思う見解のお話をしていきたいんですけど、まずそれぞれのすごいとこ、強みっていうのがダウンジャケット全部ありまして、このジャケットはとにかくこれがすごいんですっていうのがあるのでお話していくんですけどね。まずはこのノースフェイスのアンタークティカパーカー。もう見た目とかほぼみんな一緒やったけど、何がこれすごいんですかっていうと、とにかく頑丈でございます。で、頑丈は何が頑丈なのかっていうと、この生地感なんですね。近くで見ていただいて特に分かるってことはないと思うんやけども、この生地が最も分厚いんですよ。で、最も分厚く、最も強度があるんですよね。で、生地ってもちろん厚みがあればあるほど分厚いのは分かるんやけども、それ以外にもこれナイロンっていう素材使われてるから、ナイロンっていうのが普通の生地の中でも最も強度があるんですよ。で、それの上で一番分厚いんですよね。だから最も分厚くて頑丈なんて言ったら、このノースフェイスのダウンジャケット。で、袖口見てもらったら分かる通り、
このゴアテックスっていうのが入っておりますので、もちろん雨の時でも着れるし、雪の時でも全く濡れる心配がないということなんで、とにかくこの外が最強であるっていうのはこのノースペースのジャケットになってるんですよ。ただ唯一このファーは、リアルファーじゃないですよ。これだけ唯一、人工のファーになってるので、このファーの滑らかさっていうのはないんですよ。これも人工のファーなんでね。ただこれ取り外しはできますので、嫌やなと思ったら外すことはできる。だからそれはね、全部取り外しできるので、まあ、外したらいいんやけども、これだけ唯一ね、人工のファーが使われてるというところが、まあちょっと画像では動画ではわからんかもしれんけども、パッて見てる感じではもう全く違いますけどね。パッて映像を見てる感じだと色味が違うかなぐらいは分かったとしても、ちょっとね、毛足の感じって分かりづらいかもしれないんですけど、やっぱ本物の方はね、こう動き方も綺麗やけど、やっぱ偽物の方はちょっとペタンとねしやすいっていう傾向があったりしますが、まあそれがノースペースのね、まあ、外側がとにかく強いと。で、次にこのカナダグース何がすごいのっていうと、とにかくこれ自社一貫で作ってるんですよ。で、これそんなもんわしに知るかと。自社一貫で作ってる、綿も作って縫製もして生地も仕入れて全部して、なんか染色までしてるっていうのってまあないんですよ。ダウンジャケットでそんなとこしてる会社どこにありますかって言って、あのナンガですらもうそこまではしてないんですね。UO はダウンを扱ってるぐらいのところまでしかできてないし、縫製してるところまでしかできないんやけども、これに関してはもちろんダウンの仕入れもそうやねんけども、洗浄もして、さらに縫製もして、さらに染色もしてって、そんな会社どこにあんのって言ったら、おそらく世界でもここぐらいしかないかなっていうくらい少ないんですよね。だから何が言いたいんかっていうと、全部のクオリティが高いんですよ。で、全部のクオリティ高いってどういうことっていうと、例えばですけど、こういうステッチの細かさとかっていうのも全部自社で一貫してやってるので、縫製とかにムラがないんですよね。ただ先のノースペースとかってこう東南アジアで縫製されたりとか、やっぱばらつき若干あるんですよ。あ、ちょっとここ甘いなとか、ここちょっと歪んでんなとかっていうのあったりするけど、それが最も少ないのっていうのがこのカナダグースなんですよね。で、縫製なんかどこも一緒ちゃうかって思うじゃないですか。全く違いますから。もうちょっと会社変わるだけでえらい変わってくるし、ばらつき山ほど出てくる。下手な会社ってそれが出てくるんですけど、うまい会社ってそれがほとんどないんですよね。これ人間がほんまに作ったんっていうぐらい、もうぴったり同じようなのができてくるんですよ。だからそういうところの凄さっていうのはね、このカナダグースの自社一貫でやってる強み。じゃあそれが俺らに何があんのっていうと、すごい品質が高い。で、高水準の品質。あ、僕ちょっと外れ引きましたわ、なんていうのがないのがこのカナダグースっていうのが強みなんですよね。で、次の、このウールリッチの強みっていうのは何かと申しますと、唯一これだけ外側の生地にコットンが 60% 採用されてるんですよ。だから縦の糸が 60% コットン使われてます。横の糸に関してはナイロンなので強度。さっきも言ったけどナイロンって強いですよね。だからそれは強い生地も使ってるんだけど、ちょっと風合いがコットンっぽい風合い。コットンっぽい風合いってどういうことって、例えばデニムとかジーパンとかもそうやけどもね、風合いが出やすいっていうのがこういうコットンを使った外側の生地っていうのが、一番クラシックさがあるっていうのがね、このウールリッチの特徴なんですよ。で、これって他のダウンジャケットは全部化学繊維でできてるので、ね、なんかどうしてもこう冷たい感じがするんですよね。で、冷たい感じって何っていうと、こう作られた感じがするんやけども、やっぱりコットンが 60% 半分以上入ってるってことで、よりこう風合いを感じやすい。なんかこう温かみがあるとか、なんかこう使えば使うだけ変化が出てくるとかっていうのを楽しめるのがこのダウンジャケットなんですよ。そして最後のこのピレネックス。これは何がズバ抜けてんのっていうと、とにかく保温力でございます。保温力に関しては、これを多分抜く会社ってあんまり世界でもないと思います。お前トップ3に入ってきてもおかしくないっていうぐらいすごい保温力を作り出せる会社なんですよ。で、もともとこれ、ね、ピレネックスってこれフランスなんだけども、そんなフランスであろうがイタリアであろうが僕らからしたらどうでもいいんですよ。ヨーロッパ、あ、それでどうしたんっていう話なんだけども、この会社っていうのがもともとこのモンクレールの下請けの会社だったんですね。だからモンクレールが、あ、じゃあダウンジャケット作りたい、ピレネックスちょっと綿ちょうだい、はい、わかりました、綿知りましたって言って渡してたんやけども、いや、ちょっとわしらここまでできんやったらちょっと自分でやりますわってね、立ち上げましたって、じゃあ名前はピレネックスにしますなんて言ってね、なんでピレネックスなんですかって言ったらね、あの会社の名前はピレネックスじゃないんやけども、ピレネっていう山があるんですよ。で、その山脈にから名前が来てるんやけども、あの日本のナンガもそうですよ。ナンガパルパットっていう山があるんやけど、そっからあのブランド名が来てるんやけども、もともと横田布団かなんかそんな名前やからね、全然ちゃうんやけど、ナンガさんしたらちょっと一回置いとくけど、ピレネックスもそう、その山から来てるんだよと。だからそのピレネ山脈のこの山がね、刻印されてるわけなんですね。あ、なるほどと。で、こういうね、中綿のダウンのフランスダウンって書いてあるけども、ものすごい こだわった綿をちゃんと使ってますよ。なんやったらモンクレールさんにも卸してたブランドですよっていうところで、この中でもほんまトップクラスに綿がいい。綿がいいってことはどういうことっていうと、保温力が高いっていうことになってますので、あ、なるほどと。こんだけパッてあるってパッと見わからんけども、実は生地が違うかったり中の綿が違うかったりとかっていうだけでえらい違うねんなっていうのが分かっていただけるじゃないですか。で、次はね、とは言いながらも全部が全部いいわけじゃないですよ。シーソーみたいなもんでね、どっちかに偏るとどっちかが悪いところが出てくるんですよね。で、その悪いところっていうのが何なんですかって言ってくると、このノースペースに関してはすごい頑丈ですよと。もう雨でも風でも何でもいけますよっていう話はしたいんやけども、逆説的に言うとデメリットとしてはとにかく動きづらい。これを着てる状態でどっか動いたりとか激しい運動するっていうのはもう全く
考えられてないので、動くっていう想定からすると、ものすごい邪魔になります。そして、まあ、重たいっていうのは、どのジャケットもそうなんですよ。こういうダウンジャケットで軽いっていうのはほぼないから、まあ、ダウンジャケット重たい。その中でも特に生地が分厚く重たく感じます。だからそういうところがね、まあ、ちょっとデメリットになってきたりするし、それ以外にも次、カナダグースですよ。カナダグースのデメリット、どんなデメリットがあるかと申しますとですね、すごい一貫でやってるって言いましたね。すごいもう全部自社一貫でやってて、すごいもう全部行き届いてるんですよとは言ったんやけども、ここの会社はすごいんやけど、確かね、ダウンを作ってるわけではないんですよ。水鳥から飼育してるわけじゃないから、このダウンの質だけが唯一低いんですよね。だから低いって言っても625フィルパワーって言ってね、よくフィルパワーとかってみんな言うんやけども、そのフィルパワーが625っていう数字なんやけど、これ全然悪い数字じゃないんですよ。すごい品質としては600超えたら高いんやけども、ユニクロで500台から、ユニクロで540とか30とかそんなもんなんですけどね。もちろんそれより もう全然数値は高いんやけども、ここの価格帯に来るやつっていうのは基本的に600とかで終わらないんです。もう700とか800とか行くやつもあったりするんで、それ考えると少し保温力、中綿の保温力っていうのが低めになってるんじゃないかなっていうところがね、必ずそのちょっとデメリットかなと思って。で、次、ウールリッチのデメリット。どういうところがデメリットなのかっていうと、さっきも言ったみたいなクラシックさがあって、古き良き時代ですよね、なんていう話してたけど、その古き良き時代はええんやけども、それによって若干なんですけども、使い勝手がちょっと古臭いんですよ。で、どういうことっていうと、例えばですけど、このポケットのとことかって基本今ってもうジップじゃないですか。で、ジップの方がいいんやけども、こういうフラップでね、ボタン式になってたり、あとはこの止めボタンですよね。こういうのでなってたりして、ほとんど基本はもうジップなんですよ。このあたりで全部ジップになってたりとか、あと首元とかもうさっきチンガードあるって言ったけども、このチンガード止めてもね、やっぱり隙間があるんですよね。やったらもうジップ上まで締めるような仕様にしてくれよと思ったりはしますけども、このあたりがどうしても、やっぱこの古いデザインを採用するがゆえにこの隙間が出てきたりとかしますしね。ちょっとまあ今っぽくないというか、防寒性って見た時に、防寒性とか使い勝手っていうところで見たら、少しこうクラシックさが逆にちょっとデメリットになってきてるっていうところもね、あ、確かにわかるよねっていうことじゃないですか。で、次にね、このピレネックスのデメリットとしてはね、今回紹介する中で最も頑丈さは低いです。だから丈夫さが一番ないと言っても過言じゃなくて、っていうのも何かっていうと、中の綿はすごいこだわってすごいいいの使われてますよ、モンクレードも使ってますもんいう話はしたんやけども、もう外の生地に関してはやっぱりもともと洋服ブランドではないんでね、もともとは中の綿のブランドとか水鳥の会社なんで、洋服としてのスペックがちょっと低いんですよね。だからパターンとかはね、今っぽくはできてるんやけども、この生地感とかっていうのがもう少しこう加工したりとかすれば、撥水の加工とかもうちょっと雨に強くなったりとかすることもあるんやろうけども、他のこういったタイプって全部すごいコーティングが綺麗、フッ素のコーティングとか撥水のコーティングとかってされてるんやけど、これに関してはされてはいてるんやけども、ちょっと弱くないということでね、触りこいつ全く違います。だからね、ちょっと強度っていうところがどうなんかなっていうところが気になったりはしたんですけど、最後におすすめのシーン、おすすめの場所っていうのを言っていきましょう。ではね、ノーセースちゃんももうボロクソ言っちゃいましたけども、いや、実はこれシーンがあるんですよ。おすすめの時があるんですよ。これ何ですか？このマークもある通り、南極大陸で使ってくださいよーいう話したら、誰が南極大陸行くねんと、この視聴者のあなたでね、僕南極大陸行きますって言わへんじゃないですか。ほんなら、まあ南極大陸には行かんねんけども、ちょっとまあ、オーロラ見に行くねんとかね、すごい寒いところに行くねんとか、ロシア行くねんとかっていう方にはね、向いてるかもしれないんで、結構これ当てはまる人少ないんですよ。でも、とにかくめちゃくちゃ寒くて頑丈な時に着たいっていうのはもうこれしかないんですよ。で、逆に言うと変わりがないっていうのね、ダウンジャケットになってると。で、次ね、カナダグースおすすめの人ってどういう人っていうと、基本的には今から喋るね、カナダグースもそうやし、ウールリッチもピレネックスも、基本的には街用とか、まあ、ちょこっとアウトドアとか、まあ、スーツとかっていうところで言うと、そんなに変わりはないんですけども、まあ、これに関しては一番その中でもコーティングとかが綺麗にコーティングされてるので、よりその外で使うシーンとかっていうのはね、いいかもしれないですね。例えばアウトドアとかまで行かんけども、まあ、ちょっと外出てなんかそのなんか作業するとか、ちょっと外出てなんか景色楽しむとかっていう時はね、こういうしっかりコーティングされて多少の雨風とかでも大丈夫ですよっていうようなジャケットでも問題ないやろうし、次のウールリッチに関してはこれはね、意外とクラシックな感じになるから、あ、じゃあ私服なんですかと思う方いらっしゃるけど、私服ではもちろんいいんやけども、どっちかっていうと僕個人的にはスーツの方がいいかなと思います。え、なんでスーツの方がいいのっていうと、明確な理由がこのね、袖を通した時にこの袖の中のところに変なリブとかがないんですよ。でスーツ着てる時ってやっぱジャケットとか着てるので、ここにリブとかあったりしたら時計が出てこうへんとかっていうのがややこしかったりすると思うんですけども、これに関してはそういう背広の上から羽織とかっていう、もう要はクラシックな状態で作られてるので、意外とこれはスーツに合うんですよ。でそれ以外のやつっていうのは基本的にリブ
ブがついてるので、こうスーツとか着た時にね、このリブがね、邪魔になってくるわけなんですよ。時計とか見れへんしね。って考えた時に、意外とウルリッチはスーツとかに合うんじゃないかなっていうのがね、僕の見解ということになっております。で、最後にね、ピレネックスどういう人に合うのっていうと、これもさっきも言ったみたいに、デメリットの部分でやっぱ生地とか、外の生地感とかっていうところになってくるので、まあ街中のデートとか、街中ショッピング行くとかっていうのは逆にこれがいいと思います。っていうのも、なぜかってコーティングされてないから動きやすいんですよ。柔らかいんですよね。で、コーティングされてるジャケットとかってどうしてもちょっと硬いんですよ。って考えたら、これやったら普通に着用した上で街中歩いたりとかデートしたりとかできるって考えた時は、これは私服にね、合うんじゃないかなということで、この4点が紹介になってました。今聞いた時に、あ、なるほどと、今、10分前まではわけわからんと思ったけども、今聞いたら分かったでしょ。あなたにおすすめなこれなんですっていうのがね、ぴったりビビッときたかなということでね、本日はですね、ロングコートのダウンジャケット4選を比較してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。